です。はい、ということで今回は GU 2万円分購入品紹介。それぞれ1万円分ぐらい購入したので、まあ、秋服メインなんですけど、そちらご紹介していこうと思います。はい、それでは早速よいしょ。まず私はね、1、2、3、4点合計購入しました。私も4点おお、はい。じゃあまず紹介していきますね。はい、まず私が着ているこちらのピンクのトップス、かわいいじゃないですか。ピンク好きね、やっぱりね。ピンク好きです。パフィータッチチェッククルーネックショートカーディガンのピンク M サイズです。まあサイズ感は M でぴったりですね、うんうん、袖はちょっと長いくらいで、あったかそう。うん、あったかいし、この GU の公式サイトでは中にね、なんか T シャツみたいなやつを着てるんですけ ど、 なるほど、羽織でもいけるんだ。そうそうそう、だから前開けて羽織でも可愛いし、こういう風にぴったり前を閉じても可愛いし、なんか冬も着られるし ね、チクチクしなくてめっちゃいい。しないんだ、それいいね、本当に。しかもさ、なんかブラウンなのかな、ちょっと入ってるのがすごい可愛い。ベージュっぽい、ブラウンっぽい感じのが入ってるから、可愛い。なんかね、いいよね、あったかみがあって。なんか秋来るね。秋来るよ。やだ。来ちゃうよ。なんか GU が結構ね、秋服のアイテム多いなって思った。可愛かった。ね、この、うん、まだね、8月だけど。そうそうそう。はい。で、あとは、こういう感じの、え、可愛い。ワンピースなんですけど、2ピースカーディガンセットワンピースのオリーブ M サイズ3990円です。おー、安いね。中が別々になってて、これまだ繋がって申し訳ないんですけど、ほら、中がちょっとキャミワンピみたいな、よいしょ、あ、そう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 、ありがとう、ありがとう。そう、中がこういうキャミワンピになっていて、かわいい。上のカーディガンもついているっていう。で、別々でも着られるし、一緒に着たらこういうセットのアイテムになるっていうので、カーキ、多分さ、指輪切って似合うじゃん、うん、でもカーキのアイテムって私意外と持ってなくて、イメージないから。そう、だからなんかちょっと普段挑戦しない色だからこそ、この価格だから試しやすいかなと思って購入してみました。絶対楽ちんで、私皮膚科の時とか絶対これめっちゃ着るもん。まさ、あ、か皮膚科ってさ、皮膚科ってさ、なんかわかる、なんかもう美容院の時とかもさ、そう、うん、美容院とかも全部そので着替えて出れるって、もうメイクもしたくていいじゃん。そういう時にめっちゃ着ると思う。いいね。でもこのキャミワンピだけどめっちゃ可愛かったから、うん、かわいい。もうちょっと暑い時もいけるね。うん、そう、だから初秋、夜だけちょっと涼しいけど夏まだみたいな時も全然キャミワンピ1枚で着られるかも。でもちょっと分厚いから真夏は暑いですね、うん、はい。で、次がタックワイドパンツのいいよ。ワイドパンツです。これがベージュの M サイズ2990円です。めっちゃいい色じゃない？これ絶対に多分普通に着回しめっちゃできるなと思って、うん、使えそうだなと思って買いました。こういうのが一番使う。そう。結局なんか GU とかユニクロのタックワイドパンツってもう本当に全色結局揃えてて、うん、何でも着れるじゃないですか。最高だから安いし。GU でも買いました。で、最後がウールブレンドハット。おー、バケハ、バケハのブラックウォーマンワンサイズって書いてある、1990円です。これの被ってないけどどんな感じかね、うん、どんな感じかね、どんな感じかね。あ、かわいい、かわいい、いい感じ、いい深さ、あ、いい深さ、いい深さ、ね、あ、いいじゃん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 、ここでチェックしないで、めっちゃいいね、いいじゃん、いいじゃん、いいです。あったかいよね、やっぱさ、秋とかさ、そうそう、頭帽子かぶってるとめっちゃあったかくて、そうね、こっからね、そうそうそう、逃げちゃうから、そう、すっぴん隠しにもなるし、そう、ありがたいよね、そう、めっちゃいいなと思って買いました。回すね、はーい、回しますね。以上ですか？以上です、以上4点。続いて私、はい、今着ているライトヘアリーショートカーディガン。ヘアリーなんだ。ヘアリーだね。あ、ヘアリーね。ダークグレーで、うん、M サイズ2290円。安くない？2290円、安い。センターで2290円。安いよね。しかもこれだいぶショート丈なので、うん、私こういう丈感大好きなので、うん、プラス袖がねちょっと長めで、あ、え、こんなかわいい、スリットっていうの、うん、これ合ってるよね。めっちゃ可愛い、合ってる合ってる。え、めっ
っちゃ可愛いね。そうなの。長めでちょっとおしゃれだよね、このあちこちが。うん、でプラスでここが、まあ、ちょっと深めなんですけども、うん、まあ、でも中にね、インナー着ちゃえば。そうそうそう、なんか、ね、写真ではね、なんか中にキャミみたいな。あ、本当だ。そういうのも着方もできる。そうそうそう、これもできます。可愛い可愛い。色味がなんかダーク、なんだっけ、ダークグレーなので、うん、まあ、もう何合わせてもいけるなっていう意味で、確かにこれを購入しました、うん、めっちゃ可愛いし、かわいい、着心地はこれもね、チクチクしない、いいね、なんかしそうな予感するじゃん、うん、一見なんかぽい、そう見えるけど大丈夫でした。大丈夫でした。続いてこちらのピンク、また私たちはピンク好きだからさ、そうからさ、そう、これはパフィータッチオーバーサイズカーディガンのピンク M サイズに2990円、はい、3000円しないカーディガン、オーバーサイズです。素晴らしいです。ちょっとこの丈感見てください、うん、大好き、かわいい。あ、でも結構待って、 M サイズでお尻丸々隠れる、うん、もう、あ、いいじゃん、ここまで隠れる、ほんとだ、長っ、だいぶロングですね。でもいいね、それぐらいサイズ感、なんか飛行機とか持ってきたい。いいね、確かに、うん、なんですか、ちょっと明るめの色も買ってみようかなと思って、うん、いつもね、こういう暗い色ばっかり買ってしまうので、今回はこのピンク、でも家でもいけるピンクだからさ、あ、全然いけるいける、そう、買ってみました。かわいい。しかも厚みがすごくて、めっちゃあったかそう、ね、めっちゃあったかい、分厚いもん、うん、になっております。はい、はい、ボタンもなんかかわいくない、かわいい、なんかシェルみたいな、ね、ちょっと光沢感、うん、いいです。はい、続いてこちらのパンツです。あ、もうザ・さくらちゃんの感じ、うん、めっちゃ履いてそう。これはコーデュロイバレルレッグパンツの丈長めの XS サイズで2990円、うん、いつも私あの丈をもうちょい長く履きたいけど、ウエストがもうちょい小さいやつがいいと思って、うん、いろいろ難しいんですね、うん、私、うん、バランスがね、だから丈を長めのアイテムが最近売ってるじゃん、うん、あるある、GU とかって、それでウエストはちょうどいい XS のものを選びました、うんうんうん、これもう秋です、めっちゃ秋、これだけで秋を感じる、 あったかそう、ね、生地しっかりしてるの、生地しっかりしてる、で黒でもないし、うん、ブラウンすぎないこの絶妙な色味が可愛くて、これを購入しました。可愛い、可愛いよね、めっちゃ高見えだね、なんかさ、高級感結構あるくない？色味とかもすごい絶妙だし、1000円台だしね、で形がちょっとさ、これ見て、わかる、あ、ボワンってなってるよ、下の方、あ、ちょっと丸風な形になってるのが今すごい流行ってて、可愛い、これにしてみました。え、いい ねすごい、なんかこの値段でこんなクオリティっていつも思う。 GU とかね、ユニクロさんすごいです、すごいです。で最後こちらです、リボンフラットシューズのブラック L サイズ2990円、はい、うん、はい、もうこの可愛さ、もうこれスタッフさんによるとバズってたらしい、ね、アイテムなんですけど、ここに大きいリボンがついてます。でコーデュロイ素材、コーデュロイじゃないや、ベルはスウェードコーデュロイはこっちかな、ね、ほんとやばい、一生売られない、ベロア素材、ベロア素材ですね、こちらベロア素材のシューズになっていまして、はい、秋に履きたいパンプスっていう感じ、うんうんうん、やっぱ秋でもさ、つま先ちょっとこういうきれいめなもの合わせたい時の、うんうん、だけどブーツじゃない時ってあるじゃん、わかる、このパンプス持ってこいだと思う、素晴らしいです。ちょっと他の色味が本当は欲しかったんですけど、うん、売り切れてたので今回はこのブラックにしました。はい、フラットだから歩きやすそうです、めっちゃ歩きやすそう、なんかここの紐もさ太めだからさ、ちょっと痛くなりにくそうな感じがして、ね、ゴムだしね、ビヨンって伸びるし、とってもいいです。はい、はい、チェックしてみてください。はい、さあということで GU 秋服2万円分ご紹介しました。いかがでしたでしょうか。2万円分でこれだけね、すごい盛りだくさんですよ、もう通行ではできるんでできますはい、ということでぜひお買い物の参考にしてみてください。この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた別のではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ダメだ、今日めっちゃ噛む、私もやばい、ベロも言えないし言えないバイバーイ。